さて皆様、幕末の一番の事件といえば何じゃと思う？長同盟か、桜田門外の変か、江戸幕府の終焉につながる一番の事件といえばこれを置いて他にはあるまい。そう、黒船じゃ。イギリスの圧倒的武力、蒸気軍艦によって清国が下されたアヘン戦争。当時アジア最大の国であった清国がイギリスの圧倒的近代武力によって敗れ去ったという知らせはこの日本にも大きな衝撃をもたらした。そしてイギリスのみならずアメリカ、ロシア、ポルトガルなど産業革命によって近代化を成し遂げた欧米列強がいよいよその力を持ってこの日本にも手を伸ばし始めていた。そんな折、幕府から長崎警護という大役を任されていたのがここ肥前佐賀藩。その第10代藩主となった鍋島直正公は激動の幕末、人々には言えぬ多くの苦しみを抱えておった。時は1848年嘉永元年、場所はここ佐賀城本丸。そして舞台を三越へと移します。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、一人じゃなかて始まり始まり。いや、迷っている場合ではない。何やら浮かぬご様子、いかがなさいました？しまよ、お主も知っておろう。我が日の本は今、いつ外国から攻められてもおかしくない、そういう状況じゃ。長崎の警護を任されている我々も、守りを固めねばならん。しかしどうにも、幕府の動きが鈍い。と申されます。長崎をどう守るか、この日の本をどう守るか、わしはそれらを具体的に考えて幕府にお伝えをした。それがもう4年も前じゃ。4年も前。その返事がついさっき届いてな。して幕府は何と？金がないから軍備はできんと。4年も待たせてそれ式の返事とは。何の手も打たんと。それではこの日本が秦国のようにされちまう、赤子でもわかることじゃ。金がないか。殿、構わん。幕府が選んというのなら我々佐賀藩が独自にやるだけじゃ。大砲を作り、船を作り、そう、海軍を作るのじゃ。金などどうとでもなる、稼げばよい。しかしどうにも人材が足りん。なんじゃ。人材が足りん。殿、殿。何じゃ。人材が足りんの。殿、島がおります。島大門義武がおります。殿のため、佐賀のため、いやこの日の本のためにお役に立ちとうございまする。そうか、島よ。そうじゃな、お主がおったな。いや、お主だけではない。左吉信用に佐野英寿常谷、そうじゃ、我が佐賀藩の若き希望の星たちがおる。はは、我ら三人分析
成5年生まれの同い年でございます、うん、あの天才枝吉信用、うん、佐賀が生んだ秀才佐野常民、うん、そしてこの私最後の腹くれ虫島大右衛門吉武、うん、人呼んで佐賀の三馬カチガラスでございます。お佐賀の三馬かいやいや殿、うん、三馬カチガラス、三馬かで切らないでください。ああ三馬カチガラスか、はは、ああ、うん、よし、では島大右衛門吉武、お主に頼みたいことがある。はは、何でしょう。佐野を呼んでくれ。はい、はい、佐野じゃ、佐野英寿常民じゃ。国の守りを固めるのに操すほどの適任はおらん。よいか、頼んだぞ。ははよいな。ははなんのお菓子か。なんで佐野が呼ばんかと。え、あ、佐野佐賀におらんばい。確か大阪とか江戸におるっちゅう話やったかって。そうか、この島吉武の返却を見込んで一刻も早く佐野を佐賀に呼び戻せと。なるほど、この大仕事はわし島吉武にしかできん大仕事じゃと。あ、なるほどね。ああ、そういうことか。よし、ではこの大役成し遂げるために準備運動はせんがな。あ、さあ皆さんもご一緒によろしければ。はい、じゃあ手をゴイゴイゴイで回す運動、せーの、あ、ゴイゴイゴイ、はい、反対ゴイゴイゴイ。あ、どうも皆さんご協力ありがとうございます。じゃあね、次はね、アキレス腱ば伸ばしてから、よし、膝を回す運動じゃ。これは全国区じゃ。いくぞ、せーの、ぐる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 こさみん、世田谷育ちのグルコサミン。は、グル、あたす、あたす、何をやっとるんじゃ、お主は。あ、いやいやいや、あの、殿より仰せつかった大役を成し遂げるために、こう、準備運動をしておりました。殿も一緒にいかがですか。はい、膝を回す運動でございます。いきますよ、せーの、グル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 コサミン、世田谷育ちのグルコサミン。は、何をやらせるんじゃ、お主は。よいか、はあ、お主が直接行く必要はない。え、海でもしたためて飛脚に任せよ。はあ、お主にはもっと大切な頼みたいことがある。頼みたいことでございますか。よいか島よ、これからは忙しくなるぞ、覚悟せよ。はあ、こうして殿は佐賀藩独自で国防を強化することを決意なされた。そして江戸や大阪で蘭学や医学を学んでいる佐野常民を佐賀に呼び戻されたんじゃ。わしか、わしはその後殿の命により蝦夷地へと赴き、対ロシア政策の拠点となる町を作った。それが現在の札幌というわけじゃ。お、佐野が来たばい。佐野よ、表を上げよう。はは、お主をこうして呼び戻したのは他でもない、お主にしかできん大仕事じゃ。はは、炊事の反射炉のことは知っておるな。は、オランダ書物を研究し鉄を溶かすことに成功したと
鉄製大砲作りもいよいよ本格的に開始されたとお聞きを読んでおりまする。随分と苦労したが、元島灯台を筆頭に皆頑張ってくれておる。はあ、鉄製の大砲ができれば異国の者たちにも対抗することができますな。台場を作り、そこに大砲を据えれば確かに防備は固めることができる。しかしの、それでは足りん。この国を守り通すことはできん。わしはな、反射炉作り、大砲作りを通じてつくづく思い知ったわ。我が日の本はまだまだ知識が足りん、技術が足りんのじゃ。西洋の進んだ文化を取り入れ、自分のものにする必要があるのじゃ。よいか佐野よ、お主には精錬方で働いてもらいたい。はは。佐賀藩精錬方ってさ、はっ、ウィキペディアによるとあんなことやこんなことが書かれておる。ああ、わし死ぬほど忙しくなりそうじゃ。これも大変地なんだ。どうした佐野よ。いいえ、何でもございません。よいか佐野よ、お主には精錬方で働いてもらいたい。はっ。西洋の進んだ文化を吸収し、それらをすべて己が物とせよ。よいか佐野、学ぶは合戦と心得よ。厳しい道じゃが、そこのところを進めていかねばならん。よいか、心して取り掛かるのじゃ。よいな。はは。民の暮らしを守るため、欧米列強からの侵略を防ぐため、この佐野連れた民、精錬方のお役目、しかと拝命つかまつりました。よし、では頼んだぞ。はっ。殿、早速ではございますが、お願いがございます。なんじゃ、申してみよう。はっ。西洋の知識を学び、その技術を実践していくにあたり、技術の素養を持った人を集めること、つまり人材を広く求めることが急務ではないのかと存じます。人材を広く、それはすなわち他藩のものでも登用せよということか。はっ。恐れながら今は下級の時じゃ。必要な人材であれば他藩のものでも構わん。広く広く人材を求めるがよい。こうして佐野常臣は佐賀藩精錬方の責任者となった。そして京都遊学中に広瀬元興殿の自習堂で知り合った3人を佐賀に呼び寄せたのじゃ。中村喜助、石黒寛治、田中久重わしら精錬方は彼ら一流の技術者たちを中心に大いに研究を進めることになったんじゃ。今思えば直政公はいつも先の先を見ておられる方じゃった。幕府が手をこまねいている間、佐賀藩独自で進めた反射炉の建造と鉄製大砲作り、蒸気船による海軍までを見据えた西洋の知識を学び、そしてそれを取り入れ、幕末の動乱の中、先の全く見えぬ暗闇の中で、殿はたった一人で未来を見据えておられたんじゃ。たった一人でな。一人じゃなか。一人じゃなかて。わしは殿のおそばにおったから分かっておるんじゃ。殿は決して一人じゃなかった。佐野がおったから、精錬方のみんながおったから、殿は将来に希望を持つことができたんじゃ。江戸で、大阪で、薩摩や長州土佐の者たちが
命を懸けて走り回っていた時に、ここ佐賀では命を削って技術を学び、工夫を凝らし、日本初の大仕事を進めていった男たちがおった。そうじゃ、わしら清廉方はいつも必死に寝る間も惜しんで研究を進めてきたんじゃ。外国の書物を手に入れ、その言葉の意味を理解するために辞書から作る。何度失敗をしながらも実験を繰り返し、果てのないような日々を積み重ね、ようやく蒸気機関が完成したんじゃ。蒸気機関ができれば次は蒸気船じゃ。わしらはついに友を三越にお迎えすることができたんじゃ。1865年文久5年、わしはあの日のことは決して忘れん。三越で初めての蒸気船凌風丸を目にした日のことはな、わしが幕府からの返事をもらって17年が経っておった。長い長い月日であった。しかしわしらはあの日ついに自分たちの手で蒸気船を作る、そういう技術を手に入れたのじゃ。その時に得た技術、体験、それらは日本の近代化に向けた大きな礎となった。それもな、清廉方の皆が何もないところから必死に研究を続け、歩み続けてくれたおかげなのじゃ。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、一人じゃなくて、本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。史実に基づきました歴史寸劇を我々こちら佐賀城本丸歴史館の場所を介して、活動を続けております。皆様の応援のおかげもあり12年目の活動に突入できております。誠にありがとうございます。ありがとうございます。